待って、うん、待って、俺も一緒に入ってるから。いいよ、もう疲れてるから。やだ、一緒に入ろうよ、一緒に入ろうよ。いい、食い込む食い込むからやめて。終了。さあ始まりました、少量チャンネルの翔太です。今回はですね、何をするかと申しますと、今回はいないんです、実は。まあ、何をするかと申しますと、ドッキリでもないけど隠し撮りをしたいと思います。イエーイ。で、何を隠し撮るかと言いますと、普段ですね、僕らお風呂別々に入ってるんですけども、お風呂を一緒に入ろうって言い続けたらどうなるかっていうのを検証したいと思います。はい、というわけでですね、まあ絶対入ってくれないんですよ、カメラ回ってる時でしか。ですし、まあちょっとね、お風呂狭いっていうのもあったりするんですけどね、あんま一緒に入ってくれないので、入ろうって言ったらどうなるかっていうのをちょっとね、やってみようかなと思ってました。ましたじゃないや、やったんです。昨晩それをですね、撮っておいたので、そこをちょっと見てもらえればなと思ってたりしてます。ほほっ、待って、笑わないで、みんな笑わないで、俺も笑っちゃうからつられちゃうんよ。なんか一人で撮り慣れてないからさ、もうどういうテンションでやっていいかわかんないしさ、なんか人になんかちょっとヤジとか、ヤジじゃねえや、ヤジとか欲しいんだけどさ、ちょっとさ、そういうのないからさ、まあとりあえずやっ、もうそれは撮ってあるので見ていってもらおうかなと思います。それではレッツゴー。ひょうにょ、待って、うん、待って、なに、なるよ、俺も家に入ってるから。いいよ、もう疲れてる。やだ、一人で入ってたのに。なんで、待って待って待って、一緒に入ろうよ。だから癒すよ、俺さ、今日は一緒に入りたいなって思ってた、うん、だってもういいよ、もうさっと入ってさ、さっとご飯食べればいいじゃん、もう疲れたから。一緒に入ろうよ。いいよ、一緒に入ろうよ。いい、俺今日は一緒に入る予定で過ごしてたの。今日は一緒に入るぞって思ってたの。いや、今日はいいや、今日はいいや。いつもじゃん、いつ入んの、いつもそうじゃん、動画だけかっこいいふりして、うわっ下打ちしたね、ちょっと待って、ね、ちょっと洋服伸びるから。僕のだよ。まあいいよ、そこまで脱がしてやるよ。違うんだって。何、俺も入りたいんだけど、いい、いい、じゃあね、もう俺一人で入る。俺一人で入る。泣かないで、俺一人で入るから。泣かないで、泣かないで、泣かないで。あー、もうさっと上げ、上がる、俺もはみる、さっと入ってさ、終了、さっと入ってさっとご飯食べてさ、何よ、もう一緒じゃん。一緒じゃないよ。一緒じゃん。真っ白って言えば一緒だけど。え、じゃあ、やん、もう。いいよ、一人でいい。一緒に入ろう。いいよ、もう。一緒に入ろうよ。何、一緒に入ろう。なんで、お湯代節約になる。ケチだねー。ケチじゃないんだって、ケチじゃないの。なんで、もうなんで脱がせないのよ。なんで脱がせないの。脱ぐのはダメ。なんで脱がないとお風呂入れない。だから、一緒に、お風呂入ろっていう風な、うん、約束してくれたら脱いでいいよ。入りますよ。あ、ほんと？一緒に入る？入ります。入るんでしょ。なんで？もう、なんで？なんで？もう、食い込むからやめて。なんでそんな一緒に入ろよ。なんでそんな一緒に入りたいの？一緒に入ってた時期あったじゃん。いや、そんなんすよ。昔は昔、もうよ、だから食い込むからやめて。なんで笑ってんの。ひょにょね、ちょっとさ、入ろうよ、一緒に。なんで一緒に入ろう。なんで、まあいいけどさ、たまにはさ、お背中を、お背中を流ししますよ。じゃあ全身洗って、全身洗う、全身洗ってよ、全部、うん、ボディーソープで髪も全部なんでボディーソープで髪洗うの。あ、っていうかシャンプー買った、うん、
ボディーソープでだって顔洗えるぐらいだから別に髪まで行っても別にそんなに減る。キシキシになるよ。キシキシになっちゃうよ。うん、キシキシになっちゃうよ。ダメなんだって脱ぐのはダメ。だから俺と入るの約束してくれたらいいよ。じゃあ入る入る。入る。入る。いいよ。じゃあ、うん。じゃあ、ネギ。なんでなんでそんなさ、嫌な顔しないでよ。あ、出た、スターの顔。ちょっとバカにしてんだろ。してないよ、スターの顔出ましたね。いや、もう入ろう。じゃあ一緒に入ろう。入ろう。なんで翔太早く脱いでよ。一緒に入るんでしょ。何？え、一緒に入るんじゃないの？後でって何？え、入らないの？何？入らないの？入る。早く脱いで、脱ぐから。ちょっと髪濡らしとけよ。うん。終了。はい、というわけでですね、実はこれ撮ってたことを伝えてないんですよね。ということは皆さんがここで見てると同時に亮もあんなことされてたんだっていうのを知るっていうお話ですね。すいません、なんか。はい。はい。というわけで、今回はですね、まあ、終わろうかなと思います。はい。この動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いいたします。では、また。バイバーイ。そう、あと実はですね、ここ座るところ変わったじゃないですか。いつもと背景変わったじゃないですか。この後ね、実はソファーが届くんです。うおー。いろいろ家具もそこまで変わってないけど、配置が変わったので、近々ルームツアー、この次かな、やろうかなと思ってたりしてますけど、まだわかんないけど、まあ、そんな感じで終わります。さよなら。バイバイ。